化した太陽超高峰友が泣いたら力を貸せ満月見えたら咲くだろさあなたの満月咲かせようネブルフラッピーネブルが闘争ぶち上げよう超絶なのね夢中にするピエロと目指すはもちろん超フォロワー日本にしか応援のねアクセルギッチ世界を見超フラッピー実家に疑問の可愛さ全開お金にこもり寄り添う繊細影を彩り背後を守るいつもは猫とか綺麗と巻き込む動いてますか心狂わせたいよなどっちがどっちに世界は変わる人だったらもしもあるそれで誰かに苦くはあるわけ力何だろう最初の武器まで一緒にいろよ手をつぶり立ち上がれ例えば紫式部と藤原の道長 あとは世阿弥と足利義満モーツァルトおいいかげんにしろよいつの時代の人間だよパトロン関係つまり二人一組なんですね故郷を助けるためにはどうしたら失った記憶を見つけ出し再び心を震わせるそれが今彼らパトレイサーがやろうとしていることですじゃあ助かるんですね町の乱テレビに出てましたよ道場さんのバンドマジクラスに懐めず一人ぼっちだったんすよ他人と接することに臆病になっているというか他人としてしっかり向き合ったっすそれが児童の蓋にならないように見守っていたんです勇気の出るお守りも渡して喜んでたなだからまずはそのためにはみんなの心を動かすんだ成功させると私はパトレイサーだサンジョパトレイサーヒーローパトレイサー小さな光信じて全力巻きな天心サンジョパトレイサーパトロンデイアンデイ経験はありますけどあのライブのなんかまたなんていうんですか新鮮な感じで臨めてるんで結構周り引っ張るっていうよりかはみんなで一緒に頑張ってるっていう感覚が今回はありますね僕は特にあのラップがすごい好きなんですけれどもこのラルスのみんなの自己紹介でみんなをまくし立てていったりとかどんどんみんなさんのペンライトが熱く振っていく姿っていうのはもっともっと熱く僕たちが盛り上げられたらなと思っておりますリアルな話をすると見どころはこれタカ君のおおこれあ、スケスケのここかなと思ってるんですけど、はいはい、見てください今大きくうなずいた見どころです見どころですぜひ見せてあげてくださいここだけでチケット10枚は売れてますバチバチの曲と、まあ、ダンスとラップでまず1曲目盛り上げて、まあ、そこからねいろいろしっとりした曲だったり熱い曲だったりてんこ盛りというかそんな素敵な作品に出会いましたので、それをね、皆さんにあとは伝えるのみと。